塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾大津波水本校校舎長清水です。教務の山尾です。動画をご覧の皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。うん、山尾先生、はい、本日の質問です。はい、浪人前提で勉強するのはありでしょうか。おお、まあ、おそらく現役生の今の時期にちょっともう諦めモードというか、はい、迷ってるんでしょうね。はい、まあ、おそらく共通テストが失敗したりとか、まあ、2月ね、うん、この序盤の、まあ、私立のね入試が失敗してたりとか、まあ、いろいろあるんでしょうね。ここで新先生は現役合格、山尾は浪人ということで、はい、ちょっとこのお互いの2月をちょっと振り返ってみようと、はい、この見てる人がじゃあどっちを参考にしようかなっていうので多分いいんじゃないでしょうか。はい、どちらも最後は成功してますから、うん、浪人してあもし家庭的に OK という前提ですかね。うんうんうん、僕もセンター試験結構こけまして、きついかもなと思ってました。結構渋い状況であるから、うん、もうあんまり悩んでもしょうがないなと、うん、なので、まあ、2次の日本史満点取るくらいのつもりで、うん、やれることをやりきって、それでダメだったらもう潔く浪人しようぐらいな感じでやってたんですね。あ、排水の陣っていう感じだったんですか。はい、そうなんですよ。私立1個も受けてないんで、はい、国立も1本で、まあ、受かるか受かれないかも2択みたいな。はいはいはい、はい、まあ、それでもダメだったら、うん、まあ、もう一度やろうとは思ってました実は。共通テスト失敗してそれで国立1本で、うん、まあまあ心折れると思うんですよ。正直半分諦めもあります。日本史勉強する以外選択肢ないしもう今っていうので、まあ、割り切ってやってた結果、うん、はい、なんかいけちゃったんですよ。おあ、じゃあ僕の体験だけじゃなくて、まあ、いろんな受験生見てきて思うところなんですけど、はい、まあ、仮にちょっと渋いなと思ってると思うんですよ。特に共通事故っちゃった国立志望の子とか、うん、なかなか追いついてない私立志望の子とか ね、いると思うんですけど、とりあえず全力で最後やりきってほしいんですよ。うん、そうすると意外といけたっていうのは結構発生するんですよね。で、去年の塾生でも結構発生してるんですよ。うん、いるんですよね。はい、自分はいけないと思ってるかもしれないけど、普通に数値とか事実を冷静に分析したら全然狙えるポジションにいるんじゃねって受験生僕たくさん見てきたんですよね。最後まで手を抜かないで、うん、それで蓋を開けて入試が終わりました、うん、結局どこも受かってないとかね、うん、行きたいところには受かってなくてっていうので受かったとこ蹴ったりして、それでも浪人したいんだったらすればいいかなっていうふうに思ってますよね。っていうのが清水的見解です。はい、まあ、これがね現役合格した清水先生の意見ですよね。はい、もうその意見にも僕もほぼ賛同なんですけど、はい、まあ、例えばちょっと状況があると思うんですね。僕は偏差値30代で早稲田受けようとしたんで、まあ、これは無理ですね。もう、はい、早稲田も受けなくて明治までだったんですけど、はい、明治も厳しいですね。これはもうワンチャンないかも、もうワンチャンないですね。ない状況だっていう人に関しては、はい、浪人して来年どうしようかなっていうことに考える時間にしても、うん、まあいいのかなとは正直思ってます。なるほど。でその時じゃあ自分はどうしたかっていうと、センター試験終わった後に、まあ、武田塾の受験相談に申し込んで、うん、明治の入試の前日に、はい、武田塾の塾長当時林先生とそう相談してもらって、はい、明治大学の入試の日に新品のシスタンをその場で開いてました。受験生ってシスタンをお勧めされて、そう、そしたら隣のやつめっちゃ見られてなんか新品じゃねえの、全然恥ずかしくも何もなかったです。はい、入社ただ親がお金払ってもらってちゃんと受けて、うん、それでもその次の日から僕はもうしっかり浪人向けて勉強始めたんで、まあ、2月に勉強始められたんで、この4月にね大手予備校とか4月とか、うん、むしろ4月半ばとかじゃないですか。うん、そうですね。そうだ、2ヶ月ぐらい早めに勉強できたっていうのはかなりでかかったですね、これは。まあ、浪人を確定ぐらいの気持ちでいるんだったら、うん、ってことは今勉強してるんだよなってことですよね。そういうことです。そう、浪人したから4月から頑張ればいいやとかじゃなくて、はい、もう今この悔しい気持ちをもとにじゃその受験相談に行って、うん、もう今からどうするかって決めてもらって、でそれでもう2月から僕は勉強し始めた方がいいと思います。はい、ただもう可能性ある人はね最後まで諦めず頑張ってほしいなと思ってます。なるほど。ぬるっと浪人しようとしてる人はいずれにしろ良くないよっていうことはまあ共通かもしれないですね。ですね。2月もしっかり時間使えるように考えてみてください。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。